聖書を拝読します。ヨハネ16章20節から22節までです。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方は泣き嘆き悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女が子を産む時にはその時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにもはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。あなた方にも今は悲しみがあるが、私がもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びは、その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。アーメン。今ギョン牧師が主の大いなる愛というメッセージを取り次ぎます。アーメン。今日のメッセージは、道会長先生のヨハネの福音書公開などに基づいています。愛する生徒の皆さん、今週は受難週で、皆さんは主のお苦しみを覚えて感謝しているでしょう。イエス様がエルサレムに入城された時、大勢の人がシュロの木の枝を振りながらイエス様を歓迎しました。これまでイエス様が行われた驚くべきことを見て、その御言葉の権威を体験した人々は、イエス様こそ神様が使わされたイスラエルの救い主だと思ったでしょう。イエス様がローマから解放させてリーダーになって、イスラエルの栄光を回復させてくれると思ったのです。このような期待が膨らんでいて、彼らはエルサレムに入場されるイエス様を見て、ホサナと叫びながら喜んで歓迎しました。ところが、その日から5日後にはその歓迎の声はなくなって、イエス様を十字架につけろ、十字架につけろと叫ぶ怖い群衆に変わってしまいました。イエス様の周りには罵ってあざける人々が集まりました。大勢の人が白の毛の枝を手にしてホサナと叫んで主を歓迎した、その日は実はむごい苦しみが始まる日だったのです。なぜこういうことが起こるべきだったでしょうか。たとえ神様の御子ながらも、人となってこの地上に来られた理由は何でしょうか。王であるイエス様がなぜ苦しみを受けて死ななければならなかったのでしょうか。それは罪と悪によって永遠に死ぬしかなかった人の子らを救うためでした。これこそこの上ない愛だと言えるのです。愛には不可能を可能にする偉大な力があります。特に神様の愛、主の愛はとても驚くべきものです。何もできない人を全ての人ができる人に変えてくれます。漁師や罪人を扱いされていた主税人、また貧しい人、やもめなど、世で待遇を受けなかった人々がイエス様に出会った時、その人生が180度変わりました。貧しさと病気の問題が解決され、今まで受けたことがない真実な愛を受けました。何の取り柄もない自分だと思っていた人が神様の栄光の道具になりました。私たちもこういう大きな愛を受けたのです。愛の力は大きいです。このような愛の力を与えてくださった主の愛について伝えます。受難週の意味をもう一度心に刻み、その愛に感謝する時間になりますように。愛する生徒の皆さん、主の大いなる愛第1は、天の栄光を捨てて救い主の使命を果たすためにこの地上に来られた愛です。はじめに言葉でおられた神様が人となってこの地上に来られたのです。この地上に来られたイエス様の誕生が記されたルカの福音書 2-1 から7を読むと、聖霊によってイエス様を身ごもった乙女マリアはヨセフと一緒にベツレムに行きました。しかし宿屋は全部満室だったので、ある家の家畜小屋に行ってそこで子を産み、
イエス様が、イエス様を寝かせるところがなかったので、会話を気に寝かせました。万軍の主神様の御子が、家畜小屋でお生まれになり、貝羽丘に寝かされた理由は何でしょうか。それは私たちに祝福を下さるための神様の摂理でした。伝道者の書3の18に、私は心の中で人の殻についていた。神は彼らを試み、彼らが獣に過ぎないことを彼らが気づくようにされたのだとあります。神様が人を試みてみたら獣に過ぎなかったのです。ある人は、なぜ人が獣に過ぎないと言われるのかと疑問を持つかもしれませんが、人の悪を思ってみれば動物に劣る場合もあります。ライオンやヒョウのような動物も腹がすいたり自分の危険を感じる時でなければ必要でない狩りはしません。また動物の中でも一度夫婦になったら一生相手を裏切らないで、このために多くの犠牲を払う者もいます。ところが万物の霊長と言われる人が自分の欲のために戦争を起こして女や子供たちまで皆殺しにします。最近東南アジアのある国で流血の事態が続くニュースを見てとても心が痛かったです。軍部のクーデターに抗議するデモ隊に軍部が対応して拷問をしたのです。500人が死亡したそうです。その中には7歳の子供もいたそうです。とても心が痛むことです。家族や隣人の間でも誠の愛は見つけられません。離婚率は日々増加していて、物質の欲のため親子の間でも兄弟の間でも互いに争って訴えたり殺したりします。神の形を失って心が罪と悪に染まっていくから、世の情欲に従ってあらゆる罪を犯しているから動物にも劣るのです。イエス様が貝羽桶に寝かされたのは、このように獣に過ぎない人の子らの罪をあがなうためでした。ヨハネ 6-51 でイエス様は言われました。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。天から下ってきた生けるパンを食べるとは、神の御言葉を心の糧とすることです。人の体が糧を食べてこそ生きていけるように、人の霊も霊の糧を食べなければなりません。イエス様は言葉が人となってこの地上に来られ、獣に過ぎない人類に命の食物になってくださいました。イエス様を受け入れて失った神の形を回復するようになりました。このために神様はイエス様が貝羽桶に寝かされるようになさったのです。この命の御言葉がどれほど力があるのかを、ある証を紹介して説明したいと思います。私は中学校3年生の時から幻聴が聞こえてきて、高校生の時は友達と付き合いが悪かったし、大学に入りましたが普通の生活ができなくなって中退して、母がいるソウルに来て本教会で信仰生活をしました。幻聴によっていつも不安で雑念にふけていて集中できませんでした。本を読むことは想像もできませんでした。礼拝を捧げる時もとても雑念によって妨げられました。聖殿に入ることも難しかったし、じっと座っていることもできなかったのです。私もこの方を見たことがあります。悪い霊が聖殿に入って座っていることができないように妨げていたのです。
今回、道海女先生の本を読むキャンペーンをすると聞いて、ただ参加しようと思って、ゆっくり読もうと思っていましたが、教区で全部読んだ人は25人にプレゼントをするというのを聞いて、自分も熱心に読もうと思いました。その後不思議なことが起きました。20年間本を読むことができなかったのに、今回は集中できて読めたのです。心も幸せになりました。霊、魂、肉を読むときは喜びに満たされて、新しい世界に吸い込まれるような感じがして、3日間で最後の4冊を読んで10冊全部読んだのです。前は不安でいつも焦っていて集中できなかったのに、今回道海女先生の本を読んだ後、幻聴も減って落ち着いて、また全部読んだという達成感を感じて、信仰生活も恵みのうちにできるようになりました。本を読むことは奇跡のようなことです。今は礼拝の時もじっと座って最後まで捧げるようになりました。道海女先生が積んでくださった講義が大きくて、道海女先生の本を読んだら敵である悪魔サタンが退いて心が変えられたのです。ハレルヤ。このように証の手紙を送ってくださいました。私はこの命の御言葉がどれほど偉大なものなのか、もう一度感じました。では私たちがどうすれば獣の過ぎない生き方から抜け出して誠の命を得ることができるでしょうか。伝道者の書12-13に、結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てであるとあります。聖書に、しなさいとあることはして、してはならないとあることはしないで、守りなさいとあることは守り、捨てなさいとあることは捨てることが神の命令を守ることです。でもある人は、どうして聖書の御言葉を全部守ることができるのか、大変だと思うかもしれませんが、神様は私たちを辛い思いをさせる方ではありません。親が子供を愛して、勉強しなさい、きれいに洗いなさいと教えてくれるように、神様も私たちの幸せのために命令してくださったのです。してはならないと言われたのは、地獄に行かないようにするためです。行いなさいと言われることは、行えば祝福されて天国に行くからです。このような神様の愛を悟って、心から神様を恐れて、その命令を守り、失った神の形を取り戻して永遠の命を受けましょう。また主は私たちの貧しさをあがなうために貧しくなられました。天のすべての栄光を捨てて、荒れ果てたこの地上に来られて、みすぼらしい家畜小屋でお生まれになりました。また一生貧しい生き方をされました。また8-20に、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありませんとあります。イエス様は福音を伝えて病人を癒すためにあちこちに歩きながら働いておられました。イエス様は水でブドウ酒を作ることもできるし、5つのパンと2匹の魚で5000人以上が食べて、余ったのが12カゴに満たされました。こういう奇跡も行うことができるのに、なぜ貧しくなられたでしょうか。第2コリント8-9に、あなた方は私たち主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は飛んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためですとあるように、私たちを富むものとするためでした。天地万物の主人であるイエス様が貧しくなられたのは、私たちが富むものになるためです。ですから、私たちを祝福したいと思っておられる神様の愛と主の愛を悟りましょう。それでイエス・キリストを正しく信じて、人がすべきことを行い、霊肉ともに祝福されますように。
愛する生徒の皆さん、主の大いなる愛、第2は、愛で律法を全うしてくださった愛です。律法をくださった神様は、罪人である人類を救うために、御子イエス様をこの地上に遣わされて、その愛を明らかにされました。公義を超える愛によって律法を全うされたのです。しかし、イエス様の時代の律法学者たちは、神様の誠の愛が分かりませんでした。私たちの主の愛はどうでしょうか。イエス様は神様の愛の心をよく知っておられるから、愛で律法を全うされました。ヨハネの福音書8章にある姦淫した女の出来事がその代表的な例です。律法学者とパリサイ人が姦淫の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置きました。イエス様は律法通りに処罰しなさいと言われませんでした。身をかがめて指で地面に何かを書きました。それは人々が犯している罪でした。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと言われました。神様の御前では全ての人が罪人ですから、人を罪に定めることはできないのです。もう一度身をかがめて地面に書かれました。そこに集まっている人々の罪を具体的に、いつどこでどんな罪を犯したのか書いておられました。それで良心の呵責を感じた人々は一人二人そこから出ていきました。その時はそれでも人々の心が良かったのですね。今の時代なら良心の呵責を感じる人はあまりいないと思います。そしてイエス様とその女性だけ残っていました。イエス様は、夫人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？と言われました。彼女は誰もいませんと言いました。イエス様は、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりませんと言われました。イエス様は、その女性だけでなく、彼女を罪に定めていた人たちまで、罪に定めないで愛を持って悟らせてくださいました。悔い改める機会をくださったのです。では愛だけあれば律法は必要ないでしょうか。そうではありません。マタイ5の17でイエス様は、私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはいけません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのですと言われました。誰かが神様を愛していますと言うなら、その愛がどのくらい大きいのか分かりませんが、律法を守るかを見れば分かります。心から神様を愛するなら当然律法を守るでしょうし、それが大変ではないでしょう。生徒の皆さん、私たちは愛で律法を全うしてくださった主の心を知って愛のうちに歩みましょう。第1ヨハネ4の7から8に、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからですとあります。私たちの中に愛がなければ神様を知っていると言えないのです。しかし愛にも、愛だとしても全部同じ愛ではありません。神様を信じない世の人も愛とか恋とかよく言います。しかしその世の人々の愛は朽ちて変わってしまう肉の愛です。しかし神様から出た愛は真実で永遠に変わらない霊の愛です。しかし今の時代には霊の愛は見つけられないほどになりました。愛するという告白はありますが、時間が経つと変わってしまい、自分の利益を求めて情欲に従うのです。例を挙げましょう。夫婦の間の愛です。最初は互いに、あなたがいなければ私は生きていけないと永遠に愛を誓ったりしますが、結婚までしても、結婚した後心が変わってしまいます。自分の思いに合わないところがあれば怒ったり、ぎくしゃくしたり、夫婦喧嘩をしたりします。数十年前は韓国で離婚することはあまりなかったのです。しかし最近は
愛にも賞味期限があると言いながら、1年2年、長くても3年だと言いながら、簡単に離婚します。そして、あまり経たないうちに再婚しながらも、相手を愛していると告白します。親子の間の愛もそうです。もちろん子供のために自分の命を与える場合もありますが、子供を愛すると言っても霊の愛だとは言えません。本当に霊の愛が望んでいるなら、自分の子供にだけではなく、すべての人に同じ愛を与えることができるでしょう。しかし今は世があまりにも悪くなっていて、子供のために犠牲にしようとしません。親子の間でも自分の利益に合わなければ互いに敵同士になってしまいます。また兄弟や友達との愛もそうです。環境や条件に合う時、自分の思いに合う時だけ愛します。条件が変わってしまえば愛も変わります。そしてほとんどは自分が相手を愛したなら相手にも愛してもらいたいと思います。そして自分が相手を愛しているときは見返りなどを求めないと言っても、その愛する心が冷めてしまえば、以前自分がその人のために尽くしたことを後悔して不満に思います。これは霊の愛ではなくて肉の愛です。では神様が望んでおられる愛は何でしょうか。第1コリント13の4から7にあります。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びますとあります。これが霊の愛です。しかし最近の人々はどうでしょうか。寛容でないのです。自分に損することがあれば、また気に入らないことがあれば怒ったり、相手を憎んだりします。相手を受け入れないのです。しかし霊の愛は神の国と義のためなら命まで捧げるし、神様を愛するから兄弟のためにも命を与えることができます。自分を憎んでいる敵のためにも命を与えることが最高の愛です。神様と主はまず私たちにこのような愛をくださったので、私たちもこのような愛を持っていなければなりません。本当に神様を愛して信仰生活をしていれば、時には耐えにくい試練に遭う時もあるし、自分が持っている大切なものが奪われる時もあります。しかしそういう時も主の大いなる愛を思うなら、心は動揺しないでしょう。神様への愛は変わらないのです。真実な愛はピンチの時、その真価が輝きます。試練がやってきた時、愛が変わってしまったり、信頼を捨ててしまうなら、それは真実な愛ではありません。一度愛したなら、その心が変わらないで最後まで命を尽くすことが愛です。第一ヨハネ 3-16 に、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですとあります。神様を真実に愛する人は、生徒にも真実な愛を持って接するようになります。自分の利益を求める心がないから、自分にあるすべてを渡しても何か代価を求めません。純粋に相手のために自分を犠牲にしてすべてを渡すことができます。このように誠の愛は肉を捨てた分望みます。悪と罪と不法を捨てて清められたほど、心の中に愛の実が結ばれます。聖書には、罪と悪を捨てて神様をこの上なく愛した人々がどんな姿だったのかあります。預言者モーセは出エジプト 32-32 で、今もし彼らの罪をお許しくだされるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたのお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってくださいとまで告白しました。
自分の命と引き換えにしてイスラエルの罪の許しを求めました。使徒パウロはローマ9の3でもしできることなら私の同胞肉による同国人のためにこの私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのですと告白しました。ステパノ執事は石打ちにされて死にかけている時も使徒の働き7の6節で主よこの罪を彼らに負わせないでくださいと祈りました。道会場先生もいつも主の愛を実践しておられました。神様が愛しなさいと言われたからいやいやながらしたのではありません。モーセのように使徒パウロのように生徒への切なる愛の告白をしました。もし千人の生徒を救うことができるなら代わりに地獄に行くべきならそうすると言われました。地獄がどんなところなのか道会長先生はよく知っています。絶対地獄に行くことはしてはいけないと言われた方です。しかし地獄に落ちるような生徒の代わりににはできると言われたのです。その千人の中にはこの教会で信仰生活中している生徒が含まれているかもしれません。真理の御言葉を聞いて神の力を見たのに真理を選ばなかった人、また真実をよく知らなくて誤解して妬んでこの教会を罵っていた人かもしれません。または戦争と飢饉と貧しさによって絶望している人かもしれません。また前は聖霊の炎が燃え上がっていたのに今は冷めてしまった教会の人かもしれません。主が道会所先生のために死んでくださったように道会所先生も彼らのために命まで与えることができると言われました。口先だけではなく本当に自分の命より生徒を愛するから彼らを救うためなら全身全霊を尽くして今も全てを捧げておられるのです。それが私たちを愛してくださった神様の切なる願いということを知っておられるからです。どうすればもっと多くのところに福音を伝えようか、どうすればより大きい神の力を表してより多くの人が信じるようにすることができるだろうかと思うだけでした。私たちもこのような愛を見習って主の大いなる心を心に刻んで主の大いなる愛を心に刻んで神様を愛して生徒を愛しましょう。愛する生徒の皆さん、主の大いなる愛第3話死にまで聞き従い十字架の摂理を成し遂げられ望みをくださった主の愛です。人の子らをこの上なく愛されるイエス様は交渉外が終わる頃十字架の苦しみに黙々と備えておられました。しかし弟子たちの立場ではイエス様が十字架で死なれるということは本当に悲しいことでした。肉の思いにとどまっていた時は御霊に属することが理解できません。しかし御霊による思いによってそのことを見ると神様の摂理と愛がその中に込められていることが分かるようになります。肉的に見ればイエス様が十字架を負うことは大きい苦しみのようですが、霊的に見れば神様の ご計画と摂理が完成することだから喜ぶようになります。イエス様は十字架の苦しみを前にして決心まねで切に祈られました。その祈りは罪が全くないご自分の血によって全ての人を救おうとする命を懸けた絶叫でした。どれほど苦しみもだえて切に祈られたのか、汗が血の滴のように地に落ちました。ルカ22の42から44にあります。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の滴のように地に落ちた。
その夜、兵士たちに捕まえられたイエス様は尋問を受けた後、死刑に言い渡されました。マタイ27-28-31にあるように、ローマの兵士たちはイエス様の頭に茨の冠をかぶらせ、椿をつけ、殴ってから処刑場に引いていきます。イエス様は一晩中からかわれて、鞭で打たれて、つまみれになった体で木の十字架を背負ってゴルゴダの丘を歩いて行かれました。つまみれになったイエス様の顔は、その方が誰かわからないほど傷だらけでした。あらゆる拷問によって体力が尽きてしまった体で一歩一歩踏み出しました。ローマ 6-23 に、罪から来る報酬は死とあります。この律法の呪いの下にあった私たちのために、贖うために木の十字架にかけられたのです。頭に茨の冠をかぶって血を流してくださったことによって、私たちが思い出を犯した罪を贖ってくださいました。手と足に釘打たれて、私たちが手と足で犯した全ての罪を贖ってくださいました。しかし、これを悟れなかった人々は、十字架につけられたイエス様をあざけり叫んでいました。しかしイエス様は彼らのために許しと愛の祈りを捧げました。ルカ 23-34 にこうあります。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。十字架刑は本当に無ごたらしい死刑法の一つです。他の刑罰に比べて長い間苦しみを受けなければならないからです。手と足に釘付けられたまま、体が裂ける苦しみを受けて、ひどい脱水と血液循環の障害で徐々に機能を消失することになります。私はイースター公演の時、イエス様の役割をしたことがありました。12年間しました。十字架につけられる時、苦しみの賛美とともに演技をしますが、15分ぐらい十字架にかけられていました。釘で打たれたのでもなく、ロープによって縛られていましたが、その15分間本当につらかったのです。気を失うくらいになったこともあります。そしてイエス様が十字架の上で6時間も苦しみを受けられていたことがどんなものなのか想像もできません。むごたらしい、言葉では表現できない苦しみでした。6時間もそのような苦しみを受けた後、イエス様は、私は乾くと言われました。これは霊的な乾き、つまり死の道に向かっている人の子らを取り戻すための乾きでした。多くの人々が死にかけていることを思いながら、なぜご自分が血を流して死ななければならないのか、その十字架の意味を悟るようにと、そう言われたのです。そして完了したと言われたイエス様は、父よ、我が霊を御手に委ねますと言われて息を引き取られました。救いの道を開いて、なだめの備え物としての使命を果たして、ご自分の霊を神様の御手に委ねたのです。それは愛のクライマックスの瞬間でした。それによって神様と私たちの間にあった罪の壁が壊れて、神様と交わるようになりました。前は祭司長が民の代わりに罪を贖う生贄を捧げましたが、今はイエス・キリストを信じることで直接罪を告白して神様と交わるようになりました。このような主の愛を悟るなら、罪を捨てて兄弟を自分自身のように愛するようになるでしょう。主のたっと一の恵みに報いて、魂を救うために心が熱くなるでしょう。そして憐れみの祈りを捧げた主の愛を
思いながら自分も人を許すようになり、なるのです。イエス様のお苦しみとその中に込められた大いなる愛をもう一度心に刻み、毎日愛を告白しながら実践しますように。生徒の皆さん、今日の本文でイエス様はご自分が去っていく、またしばらくすると見なくなると言われましたが、弟子たちは聖典の霹靂のようでした。イエス様はこう言われました。あなた方は泣き嘆き悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。イエス様がお受けになる苦しみは霊的に見れば喜ぶことですが、肉的に思っている彼らは悲しんでいたでしょう。それでイエス様はこう言われたのです。ここで世は喜ぶのですとありますが、これはどういう意味でしょうか。ここで世とは、罪によって呪われて敵である悪魔サタンの奴隷になった人を指しています。アダムが罪を犯して、その子孫は呪われました。しかしイエス様が全ての人類の罪の代わりに、敵である悪魔サタンが持っている死の力を打ち破って永遠に至る道を開いてくださったから、どうして喜ばないでしょうか。このような神様の摂理を弟子たちも後で聖霊を受ければ悟ることができるから、悲しみが喜びになると言われました。そしてイエス様は、女が子を産む時にはその時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、もはやその激しい苦痛を忘れてしまいますと言われました。子を産む時は激しい苦痛を感じますが、子が生まれたら可愛い子供を見ると、そのすべての苦しみを忘れるのです。イエス様はまたこう言われました。私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。これは実際よみがえられたイエス様を目で見たことと聖霊を受けることを意味します。弟子たちがよみがえられたイエス様を見ると、聖霊を受け、また聖霊を受けると喜びで満たされるようになります。この喜びは神様がくださるもので、それを奪い去るものはないのです。このようにイエス様が言われたことは、十字架の救いの摂理を成し遂げる使命を完全に果たすという固い意志の表現でした。敵である悪魔サタンが妨げようとしても、神様の驚くべき知恵によって十字架の救いの摂理は完全に成し遂げられるからです。私たちはイエス様がお受けになる苦しみとよみがえられることを言われたこの聖書の御言葉を通して、何かを見るとき、肉的に理解することと霊的に理解することとの違いが大きいことが分かります。十字架を追われるまでイエス様は弟子たちにこれからのことを詳しく教えてくださいました。これを聞いて悲しんでいる弟子たちに、今の苦しみは後で喜びになると言われました。希望をくださったのです。私はこの聖句を読みながら同会所先生のことを思い出しました。2017年祈りの家で同会所先生はこう言われました。今まで神の国のためにために働きながら、いろんな苦しみと迫害があった。その苦しみと迫害を知っている上で、もう一度その道を歩みなさいと言われるなら、同会所先生は主を愛するから少しもためらわないでまたその道を歩むと言われました。そして主の十字架の苦しみを誰かが代わりに受けなければならないなら、同会所先生は自分が喜んで受けると言われました。その時私は同会所先生の主への濃い愛の告白を聞いてとても感動しました。先生は今まで多くの苦しみを受けたのに、それより多くの苦しみを受けてもまたその道を歩むと言われました。
当時私は先生の愛は全部理解できませんでしたが、でも今の道海女先生の苦しみを見ながら分かりました。そうだ、誰もができる告白ではなかったが、その後現れる復活の栄光と身と祝福は想像できないほど大きいだろうと思いました。その時道海女先生はまたこう言われました。もし私がそういうことにあっても皆さんにとっては大きい祝福になるので心配しないでくださいと。それは十字架刑を前にしてイエス様が弟子たちを慰めて希望をくださったことと同じ姿でした。そしてその後2017年クリスマスの時、道海女先生はある集まりでこう言われたそうです。これから反キリストとの霊的な戦争が激しくなる。これから皆さんが私を守ってくださいと言われたそうです。道海女先生はこれからどんなことが起きるか知っておられたからそう言われたと思います。そして必ず復活として出てくることも信じます。しかしここ3年間を振り返ってみると、信仰の弱い人は教会を離れてしまったり、またある人は潜んでいた心にある悪とか肉の属性が表に現れることもあったでしょう。今皆さんの姿はどうでしょうか。自分の心を神様の前に、主の前に正直に告白して、自分が今正しい道を歩んでいるのか顧みたいと思います。道海女先生が苦しみを受ける前に言われたことを思いながら、先生の言葉を固く握っているなら疑うことも辛いと思うこともないでしょう。万民への神様の御心と摂理を思いながら希望を持って走っていけばいいと思います。私も変わらずに走っていきます。生徒の皆さん、イエス様は罪があって十字架の苦しみを受けられたのではありません。現在も自分で犯した罪も全くない方が、私たちを救うために代わりに罪人の姿で木の十字架にかけられて罪をあがなってくださいました。神様はイエス・キリストによって私たちへの愛を明らかにしておられます。最後の地一滴も惜しまずに注いでくださった命を尽くした愛でした。この愛から誰が私たちを引き離すでしょうか。結論です。苦尽甘来という言葉があります。苦去りて楽来たる、つまり苦しい時が去ってやっと楽しい日が訪れるという意味です。このように霊的に大きな祝福が来るためには苦しみがあるのです。ローマ 8-18 に、今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えますとあります。イエス様の十字架の苦しみは大きいものですが、それによって与えられた栄光はそれに比べられないほど大きいものでした。私たちのために命をくださった大いなる愛でした。その愛第一は天の栄光を捨ててこの地上に来られた愛、第二は愛で律法を全うされた愛、第三は死にまで従って十字架の摂理を成し遂げて希望をくださった愛です。ローマ 8-37 に、私たちは愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですとあります。新しいエルサレムを望みながら走っている皆さんも、主の大いなる愛を心に刻んでいつも圧倒的な勝利者となりますように、それで神様に栄光を返しますように。聞いたメッセージを思いながら祈りましょう。父なる神様、今日は受難週の水曜礼拝でした。主の大いなる愛について考えてみました。私たちへの愛によって、そのむごたらしい十字架を追って死んでくださった愛を忘れないようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。